はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日はですね、もう少しマーケット短期的に調整あるかもしれませんよということがですね、記事になっていましたので皆さんにご紹介したいと思います。元ネタなんですけれども、ゴールドマンサックスが金曜日の引け後に投資家向けに送っていたコメントが記事になっていました。で、記事はこちらなんですけれども、ロイターの記事になっています。で、こちらのリンク概要欄に貼っておきますので、元ネタご覧になりたい方はぜひ見ていただければと思うんですが、内容は非常に短いコメントとなっていました。これが全ての全文ですね。で、どんなことが書いてあったかというとですね、まずこちらなんですけれども、先週末はですね、2009年の2月以来の大きなマーケット、特にヘッジファンドの動きがありましたと。で、これはどんな動きかというと、空売りも普通の買いも大きくマーケットのポジションを畳んでいると。なので、できるだけリスクを減らすという動きが先週末に見受けられましたということです。で、ここの部分なんですけれども、こちらですね、にもかかわらずマーケットで大きくポジションを畳んだにもかかわらず、引き続き歴史的にも稀なぐらいなポジションというのがマーケットに非常に引き続き残ってますと、ような状況となっています。で、そういったこともあって、今週もですね、まだまだ、ポジションを調整するような形で、下落のリスクがあるんじゃないかということをこの記事は言っていました。で、これと合わせて別の、記事でもですね、言われていたのが、こちら見ていただきたいのがですね、S&P500 の、チャート、かつこの赤い線がですね、50日の移動平均線なんですけれども、こちらですね、なんですけれども、今50日移動平均線をちょうど先週金曜日割り込みましたと。で、この50日平均線がなぜ重要かっていう と、ここ9月と、10月のタイミングで50日平均線を割り込んだ際に、 S&P500 っていうのはですね、調整それぞれ 10.5% と約 9% していました。なので、今回この50日平均線を割り込んだことによって、もう一段下落があるんじゃないかと見てるような人も今いるそうです。で、仮にこの9月10月と同じような下落幅っていうのを見せたとしたら、今道半ばまで来てるので、今週でもう一段下落約 5% ぐらいあるかもしれませんね、というようなコメントでした。で、これはですね、考え方にもよるんですけども、じゃああと 5% なのであれば、もうすでにね、4% ぐらい落ちてるので、ホールドして今週耐え切るっていう考え方もあると思いますし、いやいや、これはもう少し金融機関も絡んでの何かしらの危機に発展しそうなので、もう少し下落しそうじゃないですか。じゃあポジション落としますよねっていう人もいると思います。で、ポジションも持ってない人に関しては焦って入る必要はないと思いますけれども、今ポジション持ってる人に関しては、今回のこの下落幅が 5% でとどまるのか、もしくはさらに 10%、20% いくと思ってるかによって対応は違うかなと思ってます。例えば、今ダブルバガーのポジション持ってるんだよね、トリプルバガーのポジション持ってるんだよねっていうふうになると、ここで売ると最終的に払う税金の方が多くなっちゃうんじゃないかっていうところも、あると思いますし、あとはですね、ボトムで入れたら、ここからリバウンドしてくるにあたってボトムで入れたら、今売って後で買った方がいいと思うんですけど、ボトムで入るっていうのは相当難しいので、じゃあボトムで入れなかったらと考えたらっていうところも合わせて、どうするかっていうのは考えていく必要があるかなと思っています。はい。で、ちなみにですね、今このマーケットで他にどんなことが起こっているかというと、ここまでのこの1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月の間は、ラッセル2000ですとか、あとはイマージングマーケット、中国、ブラジル、あとはインドなんかに大きくマーケットで資金流入というのがありました。で、それが今大きく巻き戻っているということも同時に起きています。で、チャート一緒に見ていきたいと思うんですけれども、こちらハンセンですね。先週だけでこちら 6% の下落。こちら中国株ですね。こちら 6.5%。こちらブラジルなんですけども 8%。で、こちらはインドですね。7.5% の下落となっています。で、こういったところを見ていくと、じゃあイマージングマーケット今大きく引き上げてますよね、お金を。で、じゃあこれが今後どういうふうになっていくかと僕は予想するかというと、
もう少し下落が続くようであれば、イマージングの方が下落幅は大きくなります。で、そのマーケットが、イマージングの株を売ったものが、またアメリカ市場に僕は戻ってくると思うんですね、短期的に。なので、このアメリカ市場の方が下げ止まるのが僕は早いと思っています。なので今安全なのはアメリカ市場に、もし何かを買わなきゃいけないとしたらアメリカ市場で僕は株を仕込むのが今いいタイミングに今後1週間ぐらいはなるんじゃないかなと思っています。はい。なのでアメリカ市場今今後下落してますけれども、じゃあ本当にこれって何か経済的な危機が起こっているのかどうなのかっていうのは、まあ、そうじゃないですよね。なのでここは本当にしっかりとこの今ロビンフッドで起こっていることが、もしくはコロナ関係でどれぐらい長期的に悪いようなニュースになるのか、マーケットにインパクトがあるかっていうのは先週も動画出しましたけれども、しっかりと判断しないといけないなと思っています。で、短期的なリスクだと思うようであれば今は非常にいい買い場なんじゃないかなと思っています。で、これは別のニュースでもキャッシュウッドさんも今言っていたんですけれども、バブルなのかバブルじゃないのかっていう話はもちろんあるけれども、アークが今持っているポートフォリオの中の銘柄に関しては、まあ、長期的に見れば、これ長期的っていうのはどれぐらいかっていうと、彼女の中で今5年ぐらいのスパンっていうふうに言っていたんですけど、まだまだ安いよねと。なので皆さんこれ気をつけないといけないのは、誰と話すかによって割安か割安じゃないかっていうのの基準だったりタイムスパンがかなり違うので、これは人の話意見を聞くときに注意はしていただきたいなと思うんですが、やはり長期的に持つのであれば今っていうのは、まあそんなにタイミングとしては仕込む中で悪い状況じゃないんじゃないかなと思っています。特に今後コロナが収まってくると考えるならば、さらにそういった考え方っていうのは正当化されるんじゃないかなと思います。ただし短期的に見てみると、テクニカルっていう面でも少し弱含む可能性の、はあるんじゃないかなと。フロー的にもそういった流れが出てきそうだというのが、ゴールドマンサックスから出ていたということですね。なのでここでどういうポジションを取るのかっていうのは、短期的にトレードするのか長期的に投資をするのかどういうのかっていうところがまず一番重要かなと思いますし、あとはここで入るのであればもう少し大きくマーケットが下げる可能性も加味しながらも、少しそういった下落を、まあ、受け止められる精神性があるかどうかっていうところも非常に重要だと思っています。まあ、僕の考えとしては、まあ、急いで入る必要は全然ないと思いますし、長期的に見れば大きく上がっていく今相場の、まあ、助長だということもあるので、まあこれは分かりませんけどね、最終的に上がっていくかどうかっていうのは。なので今は、まあ、買いに入るタイミングとしては、まあ、チャンスなんでじゃないでしょうか。ただし、まあ、そこを打ったのを確認してから入った方が、まあ、僕は安全じゃないかなと思ってます。ただの需給な調整っていうよりも、ロビンフッドのが抱える潜在的なリスクっていうのはまだ正直ちょっとわからないところありますよね。なのでそこを見極めつつ、基本的には買いで長期で投資をしていくというようなのが、まあ僕としては見方なんじゃないかなと思っています。ロビンフッドのリスクに関してはちょっと甘く見られているような状況もあるのかなと思うので、そこはいろいろと調べたりニュース見たりとか今後はしていくべきかなと思っています。はい。ということで動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。